4時間かかったよ、大阪から。4時間大阪から。たまったもんじゃないよ。疲れたで、マジ疲れた。書き出しもね、結構きつかったしね。疲れた。朝起きてからずっとやってるよね。朝7時に放送つけてから、なんだかんだずっとやってるよね。あ、レムちゃんありがとう。養分と配信した後炊き出ししてるから、あと移動だもんね全部。いやでも炊き出しはね、まだ参加しようかなと思った。炊き出しね、配信的になんか自分にメリットがあるかとかそういう話ではなくて、また今度参加しようかなと思って。なんかね、配信的にとかじゃなくて、なんかね、ああいうことをたまにはしないといけないなと。別になんかその、なんていうのかな、自己満足ではないんだけども、いや初めて、自己満とかじゃないんだけど、なんかね、自分の中でね、ホテルだろ、どう見てもどこと思ったんだ、じゃあ逆にホテルってホテルだろ、どう見てもじゃあどこだよ逆に。喜んでるってわけじゃなくて、なんかもらって当たり前みたいな感じの人も多いんだけど、なんか人間の汚い部分も見えたけどね、勝手に持って行ったりとかさ、追い連れも持って行ったりとかさ、なんか残りも僕にだけ分けてくれとかね、そういう人もいたんだけど、なんかああいうさ、今は皆さんのおかげでいいね生活ができてるわけじゃない。上も見た方がいいし、下も見た方がいいなと思って、上を見ることも大事だけど、下を見るというかね、そういう気持ちも大事なのかなと。別に嫌じゃなかったし、全然やってて嫌ではなかった。ああいう奉仕活動っていうのはね、なんかすごくね、気分は良かったね、なんかやっててね、悪いもんじゃなかった。上を見ることも大事だけど、ああいう風にさ、まあ事情があってね、ああいう風になった人もいるわけじゃん。いろいろ一人一人の顔を見てたらね、いろいろ思うことがあってね。真面目にやってたでしょ。ふざけないで、ちゃんと材料がなくなるまで真面目にやってたよ。今日は。また別に行きたいって言ったら、別に修羅くんはね、あれだから来てほしいって言うと思うけど。暑かったな、でも。いや、なんか、ね、好感度を上げたいとかそういうのじゃなくて、別に配信がなくても行ってるかもしんない。配信がついてなくても呼ばれたら行くかもしれない。存在感な、そういう話をしてるんじゃないんだよね。別に自分が目立つために行ってるわけじゃないし、そもそもあなたの見方が間違ってる。炊き出しにいて、なんで俺が目立たないといけないの？主役でもないのにさ、人のために活動してるのに、なんで俺が目立たないといけないの？何考えてんのお前、バカじゃねえのお前なんで存在感出さないといけないんだよ。猫くんとね、黙々とやってたよ今日は。ここ猫くんとね、黙々とやっておりました。
と痛めてたよ、うん、猫くん、俺は猫くん好きだけどね。今度あの歌のやつ一緒に撮ろうねってまた話だけど、あさってはね、宮崎午前中行ってちょっと面会予約の時間次第だけど、まあ、突するなら宮崎空港かな、帰る前の、うん、ありがとうございます。カンさん、カナさんかな、ありがとう。なんか競馬が外れたっていうのも聞いて、見てあまりなんか気にならなかった今日。博多リアドやべでやってもいいんだけど、明日夕方に友達と会ってご飯だけ食べてくるから、夜は月末だから配信しないといけないから、8時遅くても9時ぐらいには帰ってくるから、夕方合流して4時とか5時に飯だけ食って帰る、友達と、うん、充実して、まあ何かその負けがどうでもいいわけではないんだけど、競馬のなんかね絶妙な気持ちになったというか。あ、ありがとう、時すでにお寿司さん、なんか知ってるな、ツイキャス来てる。うん、ありがとう、時すでにお寿司さん999個、ありがとう。うわー、まただ、時すでにお寿司さん、ありがとう。フォロー返してくね、ありがとう。3000個もありがとう。うわー、また来て4000個ありがとう。ありがとう、時すでにお寿司さん、ありがとうございます。でもなんか荒れてたね、競馬ね、9番人気ぐらいのが来てたね、うん、うわ、また来た。まゆみんさん、ありがとう、999。いやー疲れた、しかし疲れた、もう慌てて巻きノート行ってきたよ、腹減ったなと思って巻きのうどんを書き込んできた、11時までだったから。福岡のうどんはうまいね、うん、福岡のうどんはうまいわ、巻きのうどんは有名だよ、うん。本当はスケさんに行きたかったんだけど、ちょっと若干離れてるからさ、もう歩いて行けるとこが良かったから。選べるよ、牧野うどんは。ただ、今日はもう閉店間際だから、やわしか選べませんって言われた。うん、明日友達にさ、なんか食べたいものあるって言われたから、イカの、イケスからイカがね、食える店を予約してって言っといた。イカ刺しが食いたいから。イカが食える店取っといてって。どう、この間のイカもまずくはないんだけど、ああ満足できなかったんだよ、おっきいね、あのスルメイカとかヤリイカのあっちが食いたいわけ、食べ応えのあるコリコリしたイカが食いたいのよ、うん、コリコリしたイカがどうしても食いたくて、食えないじゃん町田だと、うん、なんかどうしてもコリコリしたイカが食いたくてね、明日予約してもらった。めちゃくちゃうまいよね、イカの刺身って。あの今息さっきまで生きてたやつのイカの刺身ってとんでもないくらいうまいよね、マジで。魚介類の刺身で一番うまいんじゃないかな、イカが。あ、ありがとう、ラムさん15個もありがとう。朝で何するの、友達に会うでしょ、あとはもうはいブラブラするぐらいかな、午前中とお昼は、うん、つまり明日のね昼間かな、やれたとしたら。夜はもう自分の配信しないといけないじゃん、マンスリーがあるからさ、最後はねここにいると思うんだけど、昼間かな、ちょっとプラプラするとしたら博多周辺かな。まあ来れる方は
あの来てください、ステッカーあげるだけだけど。博多駅周天神の間でも行かないかな多分博多周辺だと思う。うん、まあ来たい方はぜひ来てください。博多の100円バスは今おいくらですか？知らん。バスなんか乗らなかったしね、福岡住んでる時。100、なんか値上がりしたんじゃない、うん、博多魚だ、住んでましたから34まで住んでましたからね、142号さん34歳まで住んでたのよ。行きたかったです。あー、仕事？ありがとう。お仕事かな。ありがとう。博多のうまい店はいっぱい知ってるよ。明日まで。で、明後日の朝宮崎行って、夜帰る。東京。うん、で、今月、来月か、10月の半ばぐらいに、また福岡来るかも。クライマックス見に。65個ありがとう、さやちゃん。まあ、養分が来るんだったら養分の分も取ってもらうけど、チケット。俺は純粋に野球が見たいから、クライマックスシリーズが。うん、日本シリーズはね、なんか選手招待だとしても取れないらしいんだよ。だクライマックスまでは取れるって言ってた。日本シリーズはもう空きがないから、選手招待でもなかなか難しい部分があるんだって。だけどクライマックスは全然いけるって言ってたから、まあ2枚ぐらいだったら16、17、18どこでもいいよって言ってた、うん、やっぱ勝つだろうね、うん、勝つと思うけど。来月はね、養分の誕生日終わってからかな、誕生日が終わってからかな、行くとしたら。50個ありがとう。あ、昼間仕事。明日、あの12時回ってからやね、 WGP は。明日全力で投げて、今日はもう12時に終わるから疲れたから。何回言えば分かる、殴るよマジで。パスポートパスポートで言ってるやつマジで殴るよ、ほんと。何十回説明したらいいのマジで。わざと書いてるこいつ、ぶっ飛ばすよマジで。10個ありがとう。わざとだよね。57枚全部一気に投げておく。明日に日付変わってからよ。今投げないでよ、デイリー取らないといけないから。あ、明日ね、今日じゃなくて明日、うん、バイトがないから別にいつ投げてもいいんだけど、明日中に投げてください。足が疲れた、うん、了解です。うん、よろしく。トムフォード7万2000円ぐらいしたこれ。養分と一緒にいるとね、お金を使うんですよね毎回、うん、でもまあ見てる人が面白いお金の使い方だから別にいいでしょ。オーブンと買い物配信おもろかったやろ、ね、面白かった。買い物配信結構好きなんだよ俺。ノリで買い物する配信好きなんだよな。赤目が、いや投げて、アクちゃんもう行っちゃって。
ヨーグンこのメガネ買う必要あった。だってさ、ギャンブルなわけで何も残らないよりいいやんね。残ったんだからメガネが、うん、あ、ありがとうみつちゃん388個、 Thank you。 999個、あくちゃんナイス、ありがとう。吐き出しをね、いい経験になったよ。何のために買ったんだろうって考えちゃいけないよね。思い出を買ったんだよ、思い出を。ばあちゃん会いに行く、明日、明後日か。100個ありがとう。俺は一番人気に10万、あと無限に5万いった。とんでもない馬だったね、無限は。13着とかだったね。とんでもない馬だった、うん、無限という馬は。500個、あ、ベニーさんありがとうございます、ありがとうございます。親父はね、退院したんじゃないかな、多分。オーブン違うレースすぐ買いに行ってた。当たったの？金メガのんちゃん。あ、ムートありがとう。999個。競馬外れた時、いや、もうそれどころじゃなかったよ。今までの俺だったら、炊き出し中も競馬見てたけど、そんなことを考えずにひたすら、なフライパンを振ってたから。まあ、誰かちゃんありがとう、300個。あもいちゃんありがとう。ありがとうね、真剣にやってた今日は。リサさんもありがとうございます、メガホン100個。そう、今日買ったやつ。タンちゃんもありがとう、メガホン。今日買ったやつ。映してしつこかったね。俺に言われてもね、別に俺に言われてもしょうがなくない、うん、キャスなんかね、ああいう人が集まるところだと悪口書くやついっぱいいるから気にしなくていいよ、うん、こんなもの。リサちゃんありがとう、175個。700個、かなこさんありがとうございます。700個もいいの、ありがとう。まあ、そういうのは気にしなくていいよ。結構上がったんじゃない。くだらんコメントは気にするにあって、まあ、そんなことも気にしなかった、別に。まあそれだけ気にされる、気にされてるってことで。あさかちゃんありがとう。つんくつんく言われてた。おめえだろ書いたの、どうせ。そういうこと書くやつで大体自分がやってるからね。これならどうせ書いたの。あにゃんさんありがとう、500個。まあ来月再来月もし参加できそうだったらね、タイミングが合えば。マティアス君がね、ちょっとイカルドにフワッチをもっと教えてって言ってたんだよ。うちに来ていいからさ、なんかいろいろやっていいから、ちょっとイカルドのフワッチちょっとあれしてって言ってた。イカルドにちょっとフワッチ鍛えてって。タコとカバの件どうにかしてください。見てないんだっては、新幹線電波悪いから。真面目にやってたんだよ。
俺一回行ったことあるじゃん、マティアス君ちで、また来てよって言われたから、せいさんもいるからせいさんと行くって言ったら来てほしいって、うん、結構切実な顔してたよ、リカルドにね配信あれしてって。遠いからな、でも島根マジで電波悪い、電波が悪い、電波が悪い、2本しかない。今いけてる電波、うん、あれな、電波が2本しかないんだけど、なんか電波悪くね、大丈夫ならいいんだけど、2本しかない電波が、どこも実家帰らんのだから、うちの両親は朝からね仕事してるんですね、夕方まで、朝の5時から母さんも仕事してんのよ、夕方まで、親父もまだね目の手術が終わったばっかりね、いつでも来れるのよ親に会おうと思ったら。今回はおばあちゃんに会いに来たんです、うん、おばあちゃんに、しかも実家にでも配信ができないの、配信できないの実家で、おばあちゃんも、俺が一番行ってるからねお見舞い、なんだかんだ老人ホームにおばあちゃんが入ってから一番お見舞い行ってるの俺だからね、親戚で、ありがとうここ。あのさ、俺がいなくて寂しくて迷惑行為してて俺にヘイト向けるのやめてくんない？なんで俺のせいなの今何がやってるか知らないけど、寂しさがどうのこうので暴れてるとかさ、なんで俺のせいなの関係ないだろ別になんかしました、僕。あとこさんありがとう、おばあちゃん93、ポンズちゃんありがとう100個。だって俺が最初行った時おばあちゃん泣いてたもん、毎回泣いてるよ。高い息だよ。だってもう片方のおばあちゃんも90ぐらいで死んだでしょ、長崎のおばあちゃんも、長崎のおじいちゃんも92で死んだでしょ。でも宮崎のおじいちゃんだけだね早死にしたのは、唯一早死にしたのは親父のお父さんが唯一早死にしたね、70ちょいで死んだな、うん、あとはみんな90オーバーなんだよ、すごくない？一人のおじいちゃんを除いて全員90オーバーなの、なかなかないよね、うん、50個ラスコイありがとう。俺はね、65ぐらいでいいかな。博多の夜の街には行かない。もう疲れた。だってこれさ、朝7時から放送やってんじゃん。ツイキャスやって、養分と買い物行ったりしてたじゃん。で、そこから炊き出しして、今4時間かけて博多から大阪から博多に帰ってきたんだよ。こんな時間からね、さあ中洲で飲み行きますかってならんて、さすがに結構今日一日濃かったもんだって、濃かったよ一日ずっと、朝から見てる人は濃かったでしょ今日ね今日は濃かったんじゃない、人身事故だって、人身っていうか、なんか博多駅、博多南駅のなんか車両基地らへんで人と接触したみたいになってた、
豚ちゃん1個ありがとう。おお、ありがとうございます。濃い一日だったよ。でもああいうさ、なんかこう奉仕活動ではないけど、なんかボランティア系の配信でさ、自分が応援してる人が一生懸命やってたら、見てる普通に応援してる人は嬉しいんじゃないの。真面目にやってたら、ふざけずにね、真面目に取り組んでる姿はいつも応援してくれてる人からしたらね、よかったんじゃないかなと。ホームレスの方、うん、まあそうだね。242個、あ、母さんありがとう。猫くんいたよ、横でずっと一緒にやってた。なんかね、 YouTube の動画を撮るって言ってたよ。何日に帰るの？1日の夜ですね。1日の夜に帰る。羽田に、ララピマルは2日の夜だね、帽子は前買ったやつ。これこんばんは。あ、前を向いてお母さんありがとうさん、なんか最近来てなかったよね。一時ツイキャスでさ、かまった時はなんかアイテムくれたのに、そん時だけやったやん。前を向いてお母さんありがとうさん。え？赤メガホン以外、あ、あるよ、意味は。何でも意味ある。マンスリーは何でも意味ある。風船も意味あるし、何のアイテムでも。0時回った。まあ12時に終わる予定ですけども、今日はさすがに限界なんで。よく頑張ったね、ありがとう。 Thank you。 10個、あ、リコさんありがとう。リズちゃんも100個ありがとう。また関係ないよね、ララちゃんが、ララちゃんがって。別にさ、いつも預けてる方にね、プロの方に預けてるわけで、檻に閉じ込めてるわけでもないわけ。犬もいるし猫もいるし、楽しく過ごしてるのよ。あなたに関係ないよね。なんなのそれ。アリコさん999個、ナオさん200個、マイさんありがとう。なんで泣く必要があるの。本人にとって劣悪な環境でもないのに、なんであなたが泣く必要があるの。アリコさんめっちゃ貯めてたんだよね、ありがとう。228、ありがとう。 なんで泣いてんの。四角も止めるの意味が分かんないんだけど。あ、300個ありがとう、ナオさん。意味が分からない。適当なところにさ、ペットホテルのさ、ちっちゃい檻にずっと4日間も閉じ込めてるんだったらかわいそうって言われても仕方がないけどね。本人にとっていい環境に置いてるわけで、別に嫌がってないわけ。喜んで出てってるでしょ、毎回。犬だって感情あるんだよ。いつもサロンの人から来たら喜んで出てってんじゃんね。あ、ともちゃんありがとうございます。 Thank you, let's go。
し訳ございませんでしたっていうか、そのなんか自分の家以外の人にプロの人にお世話を頼むっていうことがなんかかわいそうっていう考えがちょっと俺には理解できないんだよ。ペットホテルっていうのは檻に入れて餌しかあげられないから、確かに犬からしたらストレスかもしれないけど、どう何回も俺動画見してるよね、楽しそうに遊び回ってる動画を、尻尾フリフリしてさ、あれはどこがかわいそうなの。俺だって本人が楽しそうじゃなかったら預けないよさすがに、うん、それを見てかわいそうって言ってる人の理解ができない俺は。だからみんなに見してるじゃんね、楽しそうにしてるよって、うん、お散歩だってね、俺が言ってるのと変わらないぐらい楽しそうに言ってるし、花子ありがとう、うん、9周年ふわっちバースデーのボーナスタイムは23時30分がラストです。あ、プチューンのやつ、うん、今日はね、散歩の動画しか来てなかった、うん、散歩動画来てたね。どこだっけ、昨日、あ、これじゃない、今日はでも散歩しか来てない、うん、いや、今日、これは今日来てたやつ2回散歩行きましたって来てた。一日お疲れ様でした。ありがとう、のんちゃん。12時半から最後のボーナスタイムらしいです。でもね、イベントもさ、どっちをもらったかいいのか分かんないね、これね。50万差もついてるわこの人と、うん、でもイベントアイテムもらう方が倍がつくからプラスにはなるのか、マンスリー的にはまあ、お金的に美味しいのは普通だけど、うん、明日はイベントアイテムにしてほしいけどね、メガホンかまあでも普通はねまあよく書いてもしょうがないし、何分間だっけ、何分間だっけ、まあ欲を書いてもしょうがないっていうのもありますしね。お願いします。ね、ありがとう森さん、何のアイテムでも出るんだよね確か。あ、なおこさんそっち行った、ありがとう。りんちゃんごナイス、白熊さんナイス、ラストイ、ありがとう。結構今日大当たり出てる人多かったね。マスミンさんありがとう。なっちゃんさんからストイ、センキュー、たぬき彼の、あ、ナオさんもありがとう、 Thank you。 オーさん1個、あ、エミリーちゃんナイス、ドンチキ。この周辺はでもね、あんまりだけどね。はい、10個、シーちゃん、ありがとう
あくちゃんナイスランチキー、みんなステッカー届いた、そういえば届いた、4回も出てるの、もいちゃん、ゆゆさん、まよいさん、ナスコイ、まるまるちゃん、ナスコイ、あ、届いてない、だって週明けだね、明日明後日かな、届いたっていう人もいっぱいいたけど、お疲れ様でした。HM ちゃんナイスランチケー、ラスカイ。食べます。ナオピさん、小声から入って、いや、いいよ別に。ただまちょっと考える。どうしても欲しい人は考える。うわお、さくらんぼちゃん。あります。サリーダブル。遠いから明日、多分そうだと思う。あ、マロンママありがとう。500個、マリンさん、999、Y さん、センキュー。うわ、ありがたいな。あー、チミちゃん。さっき500個くれてる人もいたね。マリーさんか。あらば、さくらんぼちゃんダブル。あ、シーズン終わったの。のんちゃんからのとこちゃん、ラスコイ、999メガホン。あ、バイさんありがとう、メガホンハンター。うわ、ハンターセック、お姉さま、お姉さま、ゆっくり休んで、クラゲちゃん、お前が、お前がアラバの席、お姉さまが寝てって、お姉さんが寝てってくれ、ミラコー、ミラコー、お疲れ様です。あずちゃん、アニバーサリー、くわー、お前が、お前が、あらばの席、お姉さんが寝てってくれ、ミラコー、ミラコー、出なかった出なかった、こんだけ爆投げでも出ないから運だね、これは運だわ、これは運です。やば、今のはやばいぞ、ちょっと待って、25個もらっちゃった。通常時でも出るんだ。メガホンもたくさんありがとうございます。フォータンありがとう。テイジさんが俺のこと忘れてたって。何しに福岡来たの？地元。地元。で、宮崎は直接大阪から行けないから。ミクちゃん。ヒカノンさんありがとう。ジモトカフェラテちゃん999、生まれ育ったところ、育ったところね、ここ僕34年間。あずちゃん999、ジモト、あ、カフェラテちゃんありがとう。充電がね、
34まで福岡いた、いたよ。あずちゃん999簡単メガホン。ふわっち始めた時俺福岡に住んでたんだよ。ふわっちの初期は僕福岡で始まったんだよ。家がなかったんだから仕事辞めてね、追い出されて、うん、ティオーブン、おいオーブンからありがとう、レスクイ。いやだけどこのメガネはなんで買ったんだろう、うん、200個ありがとう。だけどまあ競馬はねやらないよもう、うん、まあ、でもなんかギャンブルをしてね、確かにいけないこともあるけど、自分の好きな配信者が楽しそうにしてたらさ、まあいいやってなるんじゃない、やっぱ、うん、自分の推してる配信者が楽しそうにしてたらまあいいやってなるんじゃないの。やりすぎは良くないけどね、たまにはね楽しそうな姿を見るのもいいんじゃない。俺は買い物配信好きなんだよね、なんかその場のノリで買い物するの好きなのよ。買い物配信結構好きなんよ俺。俺は好き、買い物、食べ歩きより買い物の方が好き。オーブンからありがとう、レッツゴー。買い物はしやすいね大阪は。高島も20万競馬で、あれはね買った人いないんじゃない、今日は。あれは取れないよ。ありがとうございます。日経面あそこはね、まあ、資金はいるけど、なんかいろんなブランドがまとめて見れるから、ああいう店ありだね。あのこれ買ったとこね、あの店近所にあったら結構行くかも俺。いろんなブランドのものがまとめて見れるから、ストーンアイランド買えばよかったね、忘れてた俺。ストーンアイランド買えばよかった。お強いの。だすけい。だって養分は出現してたけどね。830個 MJ さんありがとうございます。店員さんに向かってさ、本物ですかって動画回してるのに。これ本物ですか。何を言ってんだこいつはと思ったけど、本物ですかって言っちゃいけないことを言ってたね。アナオさんありがとう、999個。あれは失言ですよ、失言。気になる気持ちはわかるけど、いや俺は一番笑ったね、あれが一番笑った。ここいつやでって養分がおっちゃんに言われた時に顔を真っ赤にしてる養分って、俺はもう笑ったけどね。結構焦ってたよ、冷静を装ってたけど顔が真っ赤になったよ。ここいつやでいやだけどここ駐車場だからいいんだとか言ってたけど、
まあでもあれは、侵入してはいけないんだ、本当はね。侵入しちゃいけないんだよ、本当は。や、つぼったね、あれは。まあ、双子って言われたのも面白かったけどね。競馬は負けたけど、なんか そんなことはどうでもいい気持ちになったよ、今日。ありがとう、230個。なんかそんなことはどうでもいい気持ちになったね。炊き出ししてたら。まあいいや。この人たちになんか自分の身銭を切って奉仕したと思えばいいやと思ったら、何とも思わなくなった。そのお金をね、この人たちに食事として配ったんだと思ったら、なんかどうでもいい気持ちになった。なんか石川でもやってるらしいね。なんか能登でもやってたらしいけど、まあ自分の予定が合えばね、また行こうかな、年内。いや、俺、志らくに言ったんだよ。俺、お金払いますよって。それはやめてって言われたから。みちさん、ありがとう。397個。あれ、たくさん人並んでたように見えたじゃん。一番やばいやつ、3回並んでたからね。当たり前のように。3周してるやついたよ。最初に並んで、もう1回並んで、3回目。どんだけ食うねんと思ったけど。で、なんか順番の並びで喧嘩してる人いっぱいだけどね。で、なんか一番ドン引きしたのがさ、なんかその炊き出しによく来てた人のね、なんか遺影を飾ってたわけよ。お花を供えてさ、ハイボールの缶を。それババアが最後盗んでったからね。おーいって言ったら、なんか逆ギレして走って逃げてったよ。川崎さんっていう方のハイボールをさ、お供え物盗んでたんだよ。終わりですって言ったら自分がもらえなかったから腹立ったんだろうね。で、あとなんかそんな、まあね、土地柄的に、まあしょうがないんだろうけど、今を生きるのに必死な人が多いから、なんかね、僕たち、誰かが食べようとしたのものとかこう置いてあって、それをなんか終わりですって言った後に、それ食べないんだったらもらえないですかとかね、こっそりもらえないですかとか、なんかそういう人がたくさんいたんだけど、まあまあしょうがないのかなと。今日のご飯を食べるのに必死なんだねって。いろいろ考えることがあったね。俺が投げるからいいんだよ。俺が主力に投げるから。168個、あゆずちゃんありがとう。ボランティアっていうかね、ああいうのもいいなと思ったよ。余裕がある人が余裕がない人に手を差し伸べるっていうのもね、たまにはいいのかなと。食べてない。余らなそうだったから。シュラ君が食べていいよって言ったけど、ガチでご飯食べてなさそうな人が多かったから、その人たちの目の前で別に俺金払えば食えるじゃん。さすがに食えなかったね。さすがに。タレは持って帰ってたよ、なんか何人か。あ、ありがとうございます、1個。だから新幹線の中でパンかじって、着いてからうどん食ったよ。
だって別にも金払えば食えるじゃん。でその時お腹が空いてても後で金払えば食えるじゃん。だって3個ありがとう。でもそれを楽しみにしてる人があんなに並んでたら食えないよ。自分はね、その時我慢したら別にいいもん食えんだから、移動してたから配信なかったんだ。4時間、人身事故で4時間ちょいかかったのよ。新下関でいきなり電車が止まってさ、もう着くわと思ったら急に電車が止まって1時間立ち往生したんだよ。だから4時間ちょっとかかった。でなんか乗り換えでなんかね、俺ゆたーっとしてたんだよ。してパッて起きたら誰もいないわけ。グリーン車俺しか座ってないの。やべーと思って、あ俺移動したのと思って、みんなやばっと思ったら普通に博多に着いたから なんでだろうと。なんか途中で違う電車でみんな乗り換えたのかなと思って、俺しかいないんだよ終点博多とか大体博多までっているんだけど誰もいないからびっくりしたよ俺。普通なら2時間半、めちゃくちゃ焦った。いない、誰もいないんだよ。でもう一個のグリーン車の車両まで行ってそっちにも誰もいないんだよ。はぁと思って、改装してるじゃないのと思ったら、次は博多、まもなく博多、博多っていうか、あよかったと思って、回送電車を一回乗ったことあるけど、起こされたことあるよ何回か、何回か起こされたことある終点で。レス越しじゃない、着いたのに降りないっていう、わかる？終点博多で着きました、寝てます、で電車もうね、あの基地に戻るじゃん。そのまでに見回り来るんだよ一回。そこで一回起こされたことある。はい、動いてくださいって。あとは新横で降りるつもりが品川まで、東京駅とか品川まで行ったことな2回ぐらいあるよ。新横って終点じゃないから怖いのよ、新幹線で帰るときね。ありえる。だから終点がいいよねやっぱ、マジであるからね。であとうわって降りて、やばと思って降りて、ダッシュで降りてさ、寝ぼけてる時ってさ何してるか分かんなくなるじゃん自分が。やべえと思ってバッと降りたら全然手前の駅で降りちゃったこともあるね。頭がパニックになっちゃって、やばいやばいやばいって全然目的地より全然手前で降りたこともあるあるっしょ。なんか寝てピャッと起きたらパニックになる時あるんだよたまに。ピュッと起きてね、見たことない景色だったらうわーって降りなきゃって、あるんですよ。地下鉄さんは、地下鉄とかはね別に大丈夫だけどね、まあ割と、何食わぬ顔してまた乗る、まあ、恥ずかしいもんね。でもなんか。新幹線でタバコが吸えなくなったのは悲しいよ。ああいうさ、基本我慢できるんだけど2時間とか3時間だったら、でもああいうなんか人身事故とかで閉じ込められた時にタバコ吸えないのは悲しいね。まあ別に乗ってる時は我慢できるんだよ別に。せいじさん町田にお帰りです。
暇だったんじゃない今日、うん、暇だったんじゃない。暇だと沸かそうとするからね、せいさんも暇だったんでしょうね。最近寂しがり屋じゃない。最近じゃねえだろ。花子さんありがとう。今に始まったことじゃねえだろ寂しがり屋なんか。洗濯物がありえないぐらい溜まってそうなんだけど、一応ゼロにして家を出たんだけど、ありえないぐらい溜まってそうなんだよな。俺のさ、旅で来た洗濯物もあるわけじゃん。コインランドリー行かないと多分間に合わない気がする。タオルがさ、夜と朝入ると2枚2枚で4枚になるわけよ。ちょっとやばそうだよね。コインランドリー、ここはもう政治と絡まないってはっきり言ってた。そこまでのことかね思うけど、別にそこまでのことかねって思うんだけど俺は。俺一応8枚あるから足りるとは思うんだけど、まあでも騒いでるのって本人じゃなくてやじ馬の人だと思うよ。ああじゃあこうじゃ言ってるのってさ、政治嫌いになったとか書いてるやついたけどさ、あんなの普段から応援してるやつじゃねえよ絶対。ね、お互いの悪口書いてる人なんて普段ね、何もない時に雑談聞いてるやつらじゃないんだよ。おたちゃんありがとう。今が叩き時だっていう時にね、仲間がいたら一緒になって書いてるやつが大半。なおこさんごくありがとう。そんなもんよ。なんもない時に雑談してる時なんか来ねえんだから、そんなやつは。大事にしないといけないのはこういう配信に来てくれる人よ。一番大事にしないといけないのはね、なんもない時にのんびりしてる時に来てくれる人が大事だよ。養分の配信見たらわかるやんね。何もしない時にいる人がイベントで応援してんだよ。でなんか人のネタとかよくんとかやってる時バーって人来んじゃん。その時に来る人なんてイベントとか応援しとるやつじゃないんだから。家でまったり雑談してる時に来てくれてる人が応援してくれてる人なんだよ。要するにだから大体2、300人のもんじゃない、一配信者でね稼いでる人の。リスナーさんなんていうのは本当のリスナーさんってそんなもんよ。みんな数で言ったらあとはガヤなんだから、基本そういう人を大事にしてればこけることはないよ。メガホンありがとう。ね、なんか安定してるやそういう人は。なんか養分とかはテロップであれしてるもんね。ガヤが来てほしくない時はまったりって書いてんじゃん。来ないでくださいって感じだよね。来
来てほしいとかテロップで釣るからね、その辺はうまくやってる気がするけどね。そういう時間も大事にしないと変な奴らが前線に来るのよ。誠司さんも雑談大事にしてるけど、応援してくれてるリスナーさんと向き合う時間もしっかり作らないと、毎日毎日ガヤ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 したことやってると大事な人がいなくなるからね。前線にいる人はやっぱ応援してくれてる人をフォワードにね置かないとダメなんだよ。変なやつフォワードに前線に置いたらわけのわからない枠になっちゃうから、そこだけ間違えないようにね気をつけないといけない。と思ってやってるけど、空いてる時はしょうがないから、だいたい応援してる人ってバーってなってる時は黙るからね、出てこなくなっちゃうから。サイドポケットにあったんだけど、これちゃんと持ってきてた。俺サイドポケットに入ってた。買わなくてよかった、買わなくてよかった。観察力素晴らしいですね。伊達に仮想配信やってないからね、僕も。伊達に仮想配信歴長くないからね、僕も。じゃあテンストは応援してくれてる人いないね。それは違うと思うよ。別に。それは違うと思うけど。してくんない。じゃあ今花火投げてくれたらするわ。いくぽん、その一発でやる、うん、いい。ちぎりをかわそうじゃないか、ここで。何回も投げてますよ。何回も投げてるけど、この最後、今のね、一回の花火を記念にしたいんだよ、俺は。わかる？メモリアルにしたいんだよ。再度確認させてほしい。日付変わった、団子をお願いします。 WGP は明日投げよ。今日も12時で終わるって決めてたから、明日みんな一斉に行こう。明日というか次枠つけるときに一斉に行こう。昼間はタヌキでやらして、ちょっと昼間はタヌキでやらして、で夜キツネでやらして。俺も本当はタヌキがやりたいんだよ、うん、ペロッチありがとう。あの WGP とメガホン両方キツネよりタヌキで回収したいから、 WGP は一個一個しっかりとタヌキでやらして、うん、よろ、よろピコ。ほんとあんまりねキツネやりたくないんだよね。キツネは何が違うの？全部匿名になっちゃうから。 ありがとう匿名さん。4個。なんで博多？じもと福岡から宮崎に行きます。その前に地元で少しゆっくりしてから行くの、宮崎に1日ね。
明日一日だけ福岡でゆっくりさせてもらって、おばちゃんとこ行って飛行機で、遠いから福岡から宮崎って車で4時間かかるのね、ばあちゃんの老人ホームまで。下手したら混んでたら4時間半だか5時間かかっちゃうんだよ。だから飛行機で1時間だから飛行機で行って、そこから種田まで帰って、バスで町田まで帰ってきますんで、うん、友達とイカを食べてね明日。了解です。おめでとうじゃない、よろしくお願いします。ちきちゃん、実家は帰れない、夜は最終日でしょ、月末。うちのお母さんまだ仕事してるんですよ、63だけど朝の5時から夕方の4時まで仕事してるんですね。で、実家に帰ったら家の中では配信はしないでと言うとかできないの。え、親父も手術したばっかりで、まあ、体調も良くないんですよ、うん、お察しください、うん、俺おばあちゃんに会いに来たの今回、うん、キンキラ花火、あ、マリリンありがとう。親に会うことだけが親孝行ではないからね、別に。ちゃんと皆さんからいただいたアイテムで仕送りしてますから、ご心配なく。皆さんからね、いただいた大切なアイテムで毎月ね仕送りをさせていただいてますので、実家の方には毎月5万円振り込んでますから。元の旦那、次帰ってくるときに会おうかな、うん、クライマックスシリーズのチケット取ってくれるって言うから、次帰ってきたときに会おうかな、うん、と思っている。今回は妹に連絡してない、ちょうど誕生日なのよ、10月12日がさ、まあ、その時過ぎてからちょっと会おうかなと、うん、妹には。結婚祝いという結婚祝いもお金以外あげてないからさ、誕生日プレゼントと一緒になんかね、うん、いいでしょ、クライマックス3日間見に行ってもいいよって言われた。2枚だったらね、毎回取れるから行きたい日に言ってって、うん、日ハム戦、新庄好きだからさ俺、日本ハム対ソフトバンクね、見たいよ。新婚夫婦だからお金はあげたっつーの。ただ会ったことがないからね、お金はあげたっつーの。3年前に結婚したからさ、ただ顔をね、会いたいって言われたけど会ってないから会おうかなって言ってるの。優しくないっつうの、別に親孝行もしてないっつうの。今まで、今自分に余裕ができたからね、親に返してるだけで、別に今まではね、誕生日プレゼント以外と母の人が以外別に何もしてないから、今余裕ができたからみんなのおかげでやってるの。だからいい息子でもないんです、僕は。やってこなかったもん、今ツケが回ってきたものをね今やってるだけで、もっといい人なんかたくさんいるよ、親孝行な人なんか。明日ね、午前中昼間ぐらいにふらふらお散歩しようかな、博多駅周辺ね、ぷら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 、思ってるよ。
電波悪いな。あれ電波悪い。やばい。やばい。やばい。でです。治ったかな。今キャッシュクリアしたんだけど、治った？あかたかたかた。キャッシュクリアしたら治った。危ねえ危ねえ。WGP は今日だけど、次の枠タヌキでやるときには投げてください。明日の夜が勝負だからね。明日の8時か9時ぐらいから勝負。昼間はやるけど、一回友達と食事に行って、夜またここでマンスリー頑張る。最後お昼ぐらいにやろうかな。友達と合流するのが4時とか5時だから、まあ一回やるけどね。お昼やって、それで一回休憩、友達と飯食いって、その後夜頑張る、うん。昼間はやるから、トツに、福岡に住んでる人はトツ来るので昼間来てください。博多駅周辺でね、やりますから、うん。リア友と配信しない。なんかね、俺の友達セイザの配信とか見てんのよ。俺がふわっち教えてからハマっちゃったから、チラチラセイザの配信とか見てんのね。ただ出るって言ったら、なんか余計なことを言いそうだからやめておくって言ってた。映るのはいいけど、一応会社やってるやつだからね、うん、余計なことを言いそうだからやらない、出ないって言ってた、うん、プライベートなことをね、うん。でも言ってたよ彼は。あの誠二さんっていう人はね、何者なんだと、よくわからない世界だねって言ってた。俺が見るときはいつもご飯食べてるよって、いつもご飯食べてるんだよって。でご飯を食べてるときになんかすごいアイテムがいつも飛んでるけど、あの人は何なんだって言ってたよ。ご飯食べてたら稼げるのって言ってた。すごいねって、見たらいつもご飯食べてるよって言って、最近その明日会う友達とあまりふわっちの話をしなくなったんだよね。うん、なんかあんまりハマってほしくないなと思って、うん。すごい嫌だったのがさ、プライベートで電話かけた時にさ、あ、お疲れ様です、ありがとう。だってプライベートでね、全然関係ない電話を俺かけたんだよ。ね、普通のプライベートの電話。そしたら最近山田のうんこ食いやばいなって言ってたんだよ。もうそんな会話をね、プライベートの友達から聞きたくないのよ。だから、まあ、やめてくれって言った俺は、うん。部長山田のうんこ食いやばいな最近って。そんな話をさ、ずっと俺がさ、不動産屋の営業始めた時からの友達なんだよ。年下なんだけど、俺よりね、養分ぐらいのやつなんだけど、24ぐらいからのね付き合いなんだけどさ、そんなやつの口からね、部長山田のうんこ食いが最近ひどいって聞きたくないよ、うん。ありがとう。いやでしょ、自分の家族、自分の家族がさ、いやー今日天然さんと誠二さん揉めててさーとかさ、自分の家族から聞きたくないでしょ、食卓で、うん。あなた見たって、うん、いやでしょ。そっちはそっちで自分の世界でやりたいじゃん、
俺が言ったんじゃないんだよ、うんこ食いっていう言葉を俺が教えたんじゃないんだよ、自らそいつの口から出たんだよ、うんこ食いっていう言葉が。びっくりしちゃって、いや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 、うん、そんな言葉出てこないじゃん、がっつり見てないと。嘘じゃないよ嘘じゃないよ、そんな嘘をつく必要性がないでしょ僕に。誠二さんのことだって博多に来たらこっそりリアトツ行こうかなって言ってたんだけど、俺が行かないでって言ってたんだよ。誠二さんリアトツしてみようかなとか言うからさ、やめとけって、うん、面白くないよこっちからしたら、うん、友人が有名になるとファンになりますよね。俺は有名ではないけどさ、うん、いや誰が一番好きかって言ったら、もううちも山田って言ってたから、もう見るなって言った俺は誰の妄想が一番好きだなって言ったら、部長山田って言ってたんで、ちょっとね、うん、ちょっとマニアックだよね、うん、俺ではないみたい、うん、いや見てるっぽいけどで、この間俺福岡に来るとき電話したらさ、最近なんかマンスリー安定してるねって言ってたんだよそんなとこまでね、見ないでほしいよね、うん、見ないでほしい。でも友達は喜んでたよ。俺がね、仕事を辞めてさ、友達ん家行く前にね、ふわっちで生活するって、あ、ニコありがとう。君の俺生活保護申請を出そうとしたことがあって、一回もう何もしたくなくなっちゃってさ、あ、カクカクカクってる、いや見てない、治った、ええだ、不安定すぎる、あかんわ、いやいや俺このホテルは電波悪いかも、なんか不安定だね。明日から Wi-Fi つけるわ、これやるとき。今日はこの辺で終わるけどね、さすがにちょっと今日は疲れた、疲れました。今日はこんばんは、久しぶり誰
誰さっきの、いやだから僕がねどん底の時も知ってるから、まあなんか嬉しいみたいよ。友達の話でしょ、生活保護しよっかなみたいな話もしてたからね、一時期。せいちゃん嫌いやわ。俺は好きだけどね、あなたが嫌いでも。3個の10倍ありがとう。あのね、人の嫌なとこを 見ようってしたら嫌なとこしか見えてこないから、あのなんかねメンタルがねよろしくないよ、そういうのっていうのは。今日は自分に合わないなっていう時は見ないこと。人の嫌いなとこばっかり見ようってしたら、なんかすごくね嫌な気持ちになってくるよ。今日は合わないなと思ったら見なきゃいいんだよ、ね、自分の好き嫌いは人に押し付けることではないからしょうがないけどね。人の好き嫌いっていうのは、俺のこと好きな人も嫌いな人だっているわけだし、それを誰かに強要するっていうのは、いいことではない、今日の放送が合わなかったってだけよ。せいちゃんって言ってるってことは、せいさんのことが好きなところもあるか、そういう呼び方してるってことでしょ。今日の内容はね、今日のエンタメは自分に合わないなと思ったら見なければいい。コラボして興味を持っても他の配信者のところに行かないようにした、まあ、いろんな放送をね見て楽しむ人もいれば、メインを決めてねその人がコラボしてる時以外はその人以外は見ないっていう人もいるしね、まあ、いろんな人がいるけどね、自分に合う放送を見る方がいいよ。ストレスになるものに時間を割いたっていいことないからね、別に。あ、この人のあれ苦手だなと思ったら見に来ればいいやん、テレビのチャンネルと一緒じゃん。つまんねえなと思ったらチャンネル変えるでしょ。あ、今日この番組おもんないわっていつも見てるバラエティ番組でもさ、今日おもんないわと思ったら見ないでしょ。テレビ消せやろ、チャンネル変えるか。それと一緒やん、無理に見る必要ないんだから。別に好きな俳優さんが出ててもさ、このドラマつまんないなと思ったら見ないでしょ、ね。まあ、見る人もいるだろうけど、どうしても好きだったらまあまあ、そうカリカリせんと、一晩寝たら忘れるよそんなこと。自分に関係のないことなんだから、一晩寝りゃ忘れるって。自分が何かされたわけじゃないじゃん、まあ、その時の感情で嫌やなって思うこともあると思うけど、自分が何かされたわけじゃないんだからね。そんなカリ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 しないこと、
いいことないよ、うん、楽しいことないよ、うん、ね、今日はこの辺で終わるね。俺は明日の昼からまた見て、ゆっくりするから俺は、うん、明日の昼からまた見てくださいねえ。つっちーさん50個、あらす、明日の昼ね、昼エロピク、うん、お疲れさ、あいこちゃんありがとう、また明日もよろしくね。皆さんお疲れ様でした。ゆっくり寝るわ今日は。ありがとう。